今日は植物のお友達バーバー大二郎に来てます。こんにちは。髪切れますか？切れません。切れませんか？はい、今日は植物仲間のバーバー大二郎くんの植物を見させてもらいたいと思います。これは、はい、これ何ですか？万物とですね。キモー。これちょっとやばいんじゃない？ちょっと、右。いや、それは、あれ発根管理中。ちょっとこれやばいんじゃない？やばい、元気。これね、これが今お気に入りなんですね。いや、それわけじゃない。え？キモー。これがいいですね、やっぱ僕的には。こいつなんか、うん、あれっぽい、エヴァンゲリオンっぽい。これがいいね、やっぱね、こいつ一番やつよー。はい、じゃあバーバー大二郎の大ちゃんが選ぶ3位を教えてください。はい、はい、こいつは何ですか？田辺の堀田って、はい、堀田さん。堀田さん、堀田さん。ほう、なんで全然良くねえじゃんなんでこいつがいいの？もうかっこいい、横から見た時も。あ、まあ、確かに。このトゲの感じとか、あともこのバランス、もうちょっと平行にとって、うん、平行こういう感じそう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 、はい、こういう感じ、うん、このバランスがいい。バランスがいい。だいたいこれでおいくらぐらいなんですかね？これもうリアルだね。その僕は安くで買ってるからあれだけど、だいたいこれで、ま、5000円ですとか。ああ、だいたいこれで1万円ぐらいじゃないですかね。これで1万円、うん、これで1万円か。だいたい手のひらぐらいかな、サイズ的には。もう1万じゃ買えないかもしれないですね。あ、じゃあ結構レアな。レアではないですけど、もう花火自体がすでに値段が上がってて、うん、ほうほう、もうこのサイズになっちゃうと、もう、ほんと。全然わかんないな。なこれがいいの。これが第3位。はい、何さん？堀田さん。堀田さん。これはもう赤毛はないですよね、活動期みたいなの。活動期はそうですね、まあ、冬は、まあ、もうちょっとこう冬眠っぽい感じで、こう、やっぱするんだ。成長は、うん、止まっちゃうんですけど、まあ、春から、まあ、はい、秋とか、はい、まあ、冬も全く成長しないわけじゃないらしいので。で僕は基本的に花が好き、花が生えるのが好きなんですけど、俺はね、はい、こいつはもう花が咲いたら終わり。一回咲くともう枯れちゃいますね。はい、もう全然面白くない植物やだって一回これ花が咲いたらもう一生終わりと。もう終わり、はい、一生に一回しか花が咲かなくて、咲いたら終わり。終わり。あ、全然面白くない俺赤いダメなんだよな。面白くないっていうのも載せるの、うん、まあ、うん、まあ好みなんで、うん、はい、じゃあ大二郎さんの、はい、第2位お願いします。はい、また来た、また来た、また来た。僕アガベ好きなんですよ。あ、アガベ、これは、うん、ちょっとこれは何ですか？これはこれは北の田のアガベ北の田ブラック&ブルーっていうやつです。ブラック&ブルー、うん、お、いいですね、名前は素敵ですね。これどこのこのどのどれどこがいいんです？全然僕、これはまあ見た目かっこよくないですか？どれどれどれ。あ、まあこれもまあバランスですよね。ちょっとこうボールっぽいのが、うん、ボール球状にこう丸くこうすくい込むのが結構今流行りなんだ。あ、ここがってこと？こうこの真ん中からこう葉っぱがこう広がっていくんですけど、うん、これはこうなんかこうぶわっと広がるのがいいんだ。あまりこう広がらずに球体みたいになっていくのがかっこよくて、まあ僕はそういうのが好きで、うん、え、アガベってどこが？メキシコとか
アメリカらへんね。うん、です。え、これってでもやっぱ現地球なのかな。いや、多分日本で育ったやつですね。ブルー&ブルース？ブラック&ブルース。ブラック&ブルー。最初はもう本当葉っぱの5枚ぐらいしかなかったんですけど、今年5月に買って。あ、そう。で、5月に買ってこんだけ大きくなったってこと？はい。拳サイズ？うん、はい。それもあって、うん、これが2位ですね。このここまで広がってきたっていうので、いい感じで育てたっていうこの満足感ですよ。ちなみにこのブラック&ブルー、だいたい相場いくらですかこれ。僕が買った時は5000円ぐらいだったんですけど、そのちっちゃいやつで。これでね、これぐらいなら多分1万超えると思います。マジか、うん、てかこれだけで結構じゃ成長スピード早いんだね。割と早いですよ。まあ、うん、他のパキポディムとかに比べると全然いいですか。もうそのアガベについての熱い思いは全然面白くないじゃん。何が面白いんだって。花咲いたら終わりでしょ。これも終わりですね。つまんな。ただこう小株が出てくるから、あ、下からですね、あ、それがまた出てきたら増やせるし。もう一回お名前の方お願いします。アガベチタノタブラック&ブルー。アガベチタノタ、チタノタ、チタノタ、こういう形のチタノタっていう、今品種改良でいっぱいこうが掛け合わせてる感じ、うん、でもブルー&ブルー、ブラック&ブラック&ブルー。はあ、もうこれ本当昔からある種類ですね。ブラック&ブルー、ブラック&ブルー。なるほどね。アガベさんの、はい、はい、かっこいい、かっこいい。はい、じゃあ次いきますよ、はい、第1位をお願いします。はい、はい、来ました。はい、再びなんですけど、はい、開墾植物の王様。ちょっと一回サイズだけちょっと大事に持ってもらっていいですか、うん、持ったらよく分かるもん。はい、これね、こいつがやっぱり1位、これとグラキリス、はい、うん、こいつとこの変態なやつ。いや、これは素晴らしいね。でもこれはやっぱり僕が見てる5年間の中でも素晴らしい、マジエロティックプレイです、これは。これは素晴らしいね。やっぱ植物オタクからしてももうやっぱこの象みたいなこの足、うん、多分これ多分ここいいですよね。うん、これいいね。この足のこの目がいいね、やっぱり。これはなかなか出ないですもんね、これは、うん、見えるかな。もうこれは素晴らしい、まあ、サイズ的にもちょっとね、こういうのがやっぱりいいんですよね。やっぱりグラキリスの僕的に、うん、このちょっとひびがこう割れてくる、こうちょっとこう皮膚が、なんでこれを。でやっぱ個性もあるからね、こういう、はい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 、これからの、ちょっとここもちょっと変わってますね、うん、どっちかというと、まあ綺麗にこんな感じで、だいたいまあ4つだもんね、うん、だいたい4つっすね、うん、これはやっぱね、やっぱ開墾植物のもうやっぱスターですから、これは。まあ素晴らしい、うん、これはすごいね。このここがすごい、ここが。ちなみにこれでだいたいこれでいくらですか。だいたい5、6万。5、6万、うん、これもちもうちょっと安いですけど。あ、こいつは、うん、いや、きついな、きついな。なこれの何、このフォルムがいいですか、やっぱ。うん、まあこれはもう初めて買ったグラキリスっていうので、やっぱ大事にしたいですよ、ね、一発目がグラキリススタート一発目がこの、はい、うん、5、6万、あの時買ったやつですね。そうですね、はい、がもう一発目こいつで、はい、でそのある程度知識をつけてきてこの、うん、こういうトコエクに買われるっていう恐怖で俺が買う、もう買ってこようっつったやつを先に買っちゃったと、はい、嫁さんに言ってもらって
買ってきてもらったあだったね、うん、いやこれは素晴らしい。この2つやっぱいいね。この形も素晴らしい。すごいこのひび割れがやっぱいい、うん、ここのほらうちに来てから割れてきたんだよ、うんうんうん、水にやりすぎかも。こうやって模様が、いやでもひびが入ってきてるってことはちょうどいいんじゃない。うん、いいね。元気っぽいよね。うん、元気。象下球、象下球形、象の牙、象の牙、球、球、象下球、象下球。いや素晴らしい。グラキリスの和訳が象下球。いや素晴らしいね。これは素晴らしい。だからもう今葉っぱが落ちちゃって今休眠中で来年の春まで断水と。はい、はい、どうですか今の感じ的に。もう1ヶ月に1回水もやらない予定は。1ヶ月に1回ちょろっとやる予定です。やるんだ。うん、もう俺は一切俺はやらないんで、うん、冬期間中一切僕は水をやらないっていうもうかなり厳しめに僕は育てるんで。でもこいつは3期死んでます俺が買った過去のやつでこの5年間で3期も死んでるんで、まあ、だから3年過ぎれば日本で、そうやね、3年がやっぱこう山なんだよね、うん、じゃあ1位は今のところグラキリス。来年また春が来た時どういう風になってるかですね、はい、またそれ発表していきましょう。はい、はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。